マック中田チャンネル。今日はね、勉強かな。テーマ勉強。俺はね、中学、小中と、勉強大嫌いで、270人ぐらいいる学校だったんだけど、200番ぐらい。まあ、全然勉強しなかったね。兄貴はね、もうなんかオール5。まあなんかトップクラスなのよ。生徒会長とか。俺はね、勉強大嫌い。勉強しないから成績上がるわけないわな。200位とかね。まあ親が嘆いてて、勉強大嫌いでどうしようもないんだな。で、そのまま大人になるでしょ？で、俺ね、大学入るために、高校の時、工業高校でもうおしまいかなと思ったんで、工業高校行ったんだけど、大学推薦してくれるのに、なんか4位以内だったら推薦してくれるっつうんで、俺死に物狂いでもいいな。ちょっとわずかだね、勉強して。あっという間にその4倍以内に入って、まあ、工業高校だからさ、入って大学入ったんだけど、大学入ってもね、勉強しなくて、電子工学とかやってね。結局ね、みんなソニーとかね、なんだ、工業系の会社行ったんだけど、俺は行かなかったな。でね、東急グループの流通入ったんだけど、流通業ね。ある時ね、ある時っていうかな、同期が200人ぐらいいてね、国立生いっぱいの一番上の国立生だね。それでね、まあ、みんな頭いいでしょ？でね、俺みたいなやつがさ、勉強できないやつがさ、係長試験なんか受かんねえやな。ね、お前ね、係長試験受かったら、年間70万、80万かかるから。もう、3年、5年考えてみな。もう、どんどん給料差ついていくからね。でも、4ヶ月後なんだよ、つって。ん？ 4 ヶ月勉強すると、そんなに何、年収違っちゃうの？と思って。そしたらね、俺4ヶ月後にね、その試験、まあ、200人、もうね、国立生がいっぱいいる会社なんだな。俺ね、同期で3番入って、係長3人な、同期で早くなったんだけど、俺3番目滑り込んで、すごくない？ 200 人中3番。ね、小中とバカだった俺が。勉強っていうのはね、動機づけなんだよね。まあ、わかんないよ。ポテンシャルのもともとないやつが、動機づけしたからって言って勉強できないかもしれないけど。でも、意外とね、人間の脳っていうのは使ってないんだよね。だから本当にその動機づけ。まあ、俺で言うと、俺金がかかったら強かった。係長になったら、なんか給料が70万、80万年間で変わる？で、ボーナスとかみんな変わるでしょ？で、その後2年、3年で課長になったら全然変わっていっちゃうじゃん。だから平のまま行ったら、給料安いわけだよね。そういうのね、俺で言うとね、その金がかかったら強かった。だからね、勉強っていうのはね、なんか動機づけなんだよな。学生時代のね、勉強っていうのは、まあ好き嫌いで言うと嫌いでもいいよ。勉強嫌い。まあ社会出たら会社っていうのは課題与えるよね。売ってこいとか、この数字クリアしろとかね。そう、課題、まあ好きでもない課題だけど、課題に取り組める能力を、まあ見てるんだな。だから学生の時に勉強嫌いな、こんなのよ、将来役に立たないじゃなくて、まあ勉強という課題にどれだけ取り組んで、どれだけの成績を残せるかっていうことを試されてるんだな。だから会社入って、じゃあ面白くねえ仕事あるよ、いっぱい。理不尽な仕事いっぱいあるよね。だけどやっぱりやらざるを得ないし、まあそういったこともやっぱ課題なんだよね。だから勉強はね、こんなの役に立たねえじゃなくて、やっぱりそこでその嫌でも課題に取り組んだ結果、まあ、何が得られるかっていうと、職業選択の自由だな。ストーブ鳴った。そう。職業選択の自由。やっぱ成績がいいとね、好きな職業をつけるよね。まあ俺はなろうと思わないけど、まあお医者さんになりたいとかね。まあ、当時はね、そういうのも調べなかったな。今はインターネットがあるからいいんじゃない？年収ランキングとかあるよね。職業別年収ランキングとか。じゃトレーダーとかね、企画とか、すごいよ、年収いいよね。医者、弁護士。まあ、ちょっともうちょっと下のパイロットとかあったけど。まあ、こういうの調べなかったね。まあ、本当調べた方がいいんだろうな。で、こういう職業に就きたい。こんな年収がもらえる。こんな年収がもらえると、ポルシェでも、まあ、フェラーリ行けるかどうかわかんないけど、まあ、こういう好きな車乗れるぜ、とかさ。
まあ、好きな海外によく行けるぜとかね、まあ、そういうなんか動機づけがあれば、そうだ俺もうじゃあもう課題に取り組む能力あるぜと示そうと、まあ、こうなるかもしれないね。やっぱり望むものがない人は何も成し得ないな、達成できない、うん、何を手に入れたいかだな、まあ、この何を手に入れたいかがある人は、強い。だから子供に聞きゃいいんじゃないかね。将来何になりたい、もう何にもなりたくないってやつが一番困るよね。でもね、俺もそうだった。何になりたいっていうのはなかったな。うん。だそれが見つかるまでに時間がかかる人はいるよね。まあだけどそういう時が人生にやってくる。だそれを若い時にそういう時がやってくるよ。まあこういう動機づけがあれば人間ってのはこういうふうに頑張るんだよってことをお知らせをしとけば、あ、今やってきたなってことが、やってきた時に思い出されるだろうね。だから親としてはやっぱりその動機づけ、まああの本人が見つけられなければ探してあげる、動機づけをしてあげる、まあそういうことができたらいいやな。